はい、皆さんこんにちは、ニッシーです。今日はですね、リアルプロのね、小田急線をねやっていきたいと思います。今日発売ですね、急行小田原線です。電車で GO 西洋コントローラーでやってるんですけどね、8000型、急行8000型です。代々木上原から下北沢か。全くね、小田急線の何回かしか乗らないからわかんないけどね、ちょっとどういう感じなのかね、やっていきたいと思います。まあ、自己紹介をさせていただくとですね、電車で GO 系野球 YouTuber になってます。前はね、バットレトロゲームチャンネルっていう名前だったんですけどね。まあ、ちょっとゲームチャンネルじゃなくなってきてるっていうんで、名前を変えてですね、百冊読破した男ニーシーっていう名前にしたんですけどね、本当はね、読書が好きでね、本に関する書評動画あげようかなって思ったんだけど、ちょっと、まあ面倒だなって思ってね、それで、電車で GO 系野球 YouTuber にしました。ブレーキ4とかって、カタカナでブレーキ4とか。はい。閉じめて、よし。これで発車、どうしましょう。この視点でやるか。なんだ？よし。これ？よし。警笛とかないんだね。あ、視点変更できないんだ。進行。なんか BGM も、BGM オフとかもできんだ。あれ右側な何線なの、東京メトロと違うか、そんなわけないか、でも JR の車両なんだ。信号、あ、ちょっとスピード出しすぎか、左のメーターに沿って今赤いからちょっとスピード出しすぎなんだ。警笛鳴らせないですよこれ。ここが通過なんですね。警笛はね鳴らせないね。で今緑になってるから、玉のところが緑になってるから、あれに沿って左のナビゲーターに沿って運転すれば OK ってことでしょ。スピード上がってるね。あ、停車です、停車です。今ブレーキが6、警笛鳴らせないのは寂しい。まあ、研修訓練運転だからあれか。あ、ちゃんとホームドアもついてる。うわ、これこんな感じでいいのかな。あ、ちょっとオーバーランした。これでいいの。これはランク A なんだ。これでメダルがもらえるんだね。プロフェッショナルもあんの。なあ、結構なんか評価制度とかあるんだね。運転制度評価オフにしますか。ん？いいえにしてみる。よくわかんない。はい、やっつけやっつけでね、やってるんで。はい、これが訓練運転です。まあ、この映像見てね、欲しい人は買ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、以上ニッシーでした。